こんにちは池田福太郎です和製法基礎講座への導入の第2回になります今回は和製法とは何なのか和製法を学習するとどういう良いことがあるのかということをお話ししていきますこれらのうち和製法学習のメリットの話だけ聞きたいという方もいらっしゃるかもしれませんがあのこの動画の説明欄にタイムスタンプを置いておきますのでどうぞご利用ください 和声法とは何かということを考えるときによく比較されるのはコード理論ではないかと思います。で、実際和声法とコード理論との間には共通点があります。何かと言いますと、まず、どういう和音を用いるのか、個々の和音のことですね。音と音を組み合わせて、どういうふうに一つ一つの和音を作るのか。まあ、3和音とか7の和音とか、 えー、メジャーとかマイナーとかいろいろありますけどもそれについて考えるそれからそういうふうにしてできた個々の和音をどういうふうに鳴らすのかを考えるこれは具体的にはまあ和音ですからいくつかの音からなっているわけですけれどもその個々の構成音をどのぐらい高くあるいはどのぐらい低く配置するのかを考えるんですねあの コード理論の方ではボイシングといって和声法の方では配分といいます。まあ、これによって響きが変わってくるわけですね。それから和音と和音をどうつなぐか、ある和音の次にどういう和音を持ってくるかってことを考える。このあたりが和声法とコード理論が共通して考えることだと思います。それでは違うところは何かなんですけれども、 これはもうあの和製法の方には、セーブという概念があると。これに尽きるのではないかと思います。これは具体的にどういうことかと言いますと、まずちょっとこれをお聞きください。はい、よくあるカデンツですよね。これをコード理論で記述するとどうなるかというと、 まあ、どういう和音がどういう順番でなっているか、それが分かればいいので、こんな感じです。はい。コードネームが4つ並んでいますね。CFGC と。まあ、これで一応事足りてしまうわけです。で、あと、まあ、実際に演奏する段階、あるいは詳しいアレンジをする段階で、ボイシングを考えたりするんだと思いますけれども。じゃあ、和製法だとどうなるかなんですが、こんな感じです。まず目につくのが、 一つ一つの和音が必ず4つの音からなっていますね。うん。この音の数4っていうのが固定ですね。それから楽譜の書き方にちょっと注目していただきたいんですけれども、各段上の音は必ず棒が上向き、下の音は棒が下向きになってますね。これまとめて書いてしまおうと思えばできるのにわざわざ分けて書いている。えなんでこんなことするかっていうと、これ4つの音がですね、 4つ重なった音が実は全部独立性を持ったセーブだからなんですね。つまり、これ今2段の楽譜にまとめて書いてしまってますけれども、本当は4段に分けて書いてもいいぐらいなんです。つまり、一番上に、こういうドードシードっていうソプラノの線があって、その下、ミーファーレミっていう、 動きをすするアルトのセーブがありますその下、ソーラーソーソという動きを持つテノールのセーブがあります。で、バス、ドーファーソード。こんなふうにあの、各和音単に4つ音が重なってるってだけじゃなくて、こういうふうに横の流れ、独立性を持った4つのセーブが組み合わさって音楽ができているんです。 これがコード理論と比較した時の和製法の大事な大きな特徴になります。どうしてこういうことになるかなんですが、それは和製法が何をモデルにしているのかっていう話が関わってきます。で、和製法のモデルっていうのはピアノとかギターみたいな、1人で和音をジャーンと鳴らす楽器ではなくてですね、そうじゃなくて合唱なんですね。和製法のモデルっていうのは混声合唱です。 っていうことはあの一番上のソプラノとか一番下のバスこの辺は目立ちますのでまあ、横の動きも結構あの注意が現れることが多いんですけれどもこの一番外側の西部だけじゃなくてそこに挟まれた西部アルトとかテノール内製って言うんですけれどねあのそこにも担当して歌っている人がいるわけですよねこの辺の内側の西部っていうのはともすると 単に和音をちゃんと響かせるための、まあ和音構成音を充填するだけのね、役目みたいに思われてしまいがちだったりするんですけれども、まあとんでもないと。そこにもちゃんと担当して歌っている人がいるわけで、アルトにはアルトの旋律が、テノールにはテノールの旋律があるわけです。というわけで内政にも命がある。というわけで、まあ内政も含めた西部の動きっていうものを大事にしなければいけないわけですね。 はい。和製法のモデルは合唱であるということを今お話ししたんですけれども、じゃあ、気楽、インストゥルメンタルだったら和製法は関係ないのかというと、当然そんなことはありません。まず分かりやすいのはアンサンブルだと思います。大きいものだったらオーケストラ、小さいものだったら例えば弦楽四重奏などなど、いろんなアンサンブルがありますけれども、この場合でしたらやっぱり内戦にもそこを担当して楽器弾いている人がいると。まあ、ヴィオラの人とかですね。 そういうわけですから、合唱と全く同じで、内政が独自の命を持っているってことは容易にお分かりいただけると思います。じゃあ、ピアノだったらどうかと、ピアノ曲はどうかってことなんですけれども、ピアノ曲の場合でもですね、やっぱり合唱やアンサンブルのときのような、西部処方で曲が書かれている部分っていうのはいっぱいありますし、あるいはそうじゃなくて、もっとピアニスティックに、気学的に書かれているもの、これももちろんいっぱいあるんですけれども、 でもそういうものもですね、なんか西部処方に馴染んだ目で楽譜を見ますと、まあ、骨格がよく見えてくるようなというか、そんなふうに書かれているものっていうのは実は多いんですね。これ、まあ、別に不思議なことじゃなくて、作曲家たちっていうのはみんな大体修行段階で多かれ少なかれ、西部処方っていうものを勉強してますし、まあ、それに修行段階だけじゃなくて、 まあピアノ曲だけ書く人っていうのはまあごく例外的であって大抵の人はオーケストラ曲書いたり合唱曲書いたりあるいはまあ弦楽師重奏曲書いたりするわけですねでその方々まあピアノ曲も書くと、まあ、そういうわけですからそういうアンサンブルの曲の処方がピアノ曲にも影響してきて何ら不思議はないわけですというわけで 西洋音楽というのはピアノ音楽なども含めて西部の組み合わせとして音楽を作っていくというのを一つの大切な要素として持っています。であのしばらくこの西部処方の話に集中してしまったんですけれどももう一つもちろん忘れてはいけないのは和音の使い方を考えるというものでこれも西洋音楽の大切な要素の一つです。これはあの先ほど 和製法とコード理論のの相違点点でではなくてて共通点の方で挙げておきましたというわけでこの2つの要素西部の組み合わせとして音楽を作るそれから和音の使い方を考えるこういう要素を持った音楽としての西洋音楽のエッセンスを取り出してなおかつ学習しやすくまとめたものが和声法であるとこのように言うことができますまあその意味では 私たちが外国語を勉強するときに役に立ってくれる文法みたいなもんだと西洋音楽の文法は和製法なんだとそういうふうに言ってもいいと思います。で画面をご覧いただきますと私ただ文法って書いたんではなくてカッコ書きで文法の一部って一応限定しておいたんですけれどもまあこれなぜかと言いますと、まあ、こういう文脈で和製法っていうことを言ったからにはもう一つ対法ってことも 言わざるをなないいかかとと思ったからですすどういうことか説明します西洋音楽の大切な要素として2つのものを挙げたんですけれどもこの2つのうち西部の組み合わせとして音楽を作るという方はまあ割とどの時代にも言えることかなと思いますでなおかつこれは和声法と対位法とに共通する要素でもありますまあただ 大法の方がそれを一層前面に出しているってことは言えるでしょう。まあ、具体的にはセブの独立性が大法ではより大切にされると言えます。まあ、しかしこの点では和製法と大法って実は明確な境界線持っていませんで、和製法でも学習が進んできたらセブの独立性は増していきますし、それに大法の方でも各セブが別に好き勝手やるわけではなくてですね。 あくまで他の声部との関係を厳密に考えていきますからまあそういう意味で最終的には和声法と対比法っていうのはですねこの声部の組み合わせとして音楽を作るっていう点ではまあ一つのものだということができますしかしですねもう一つの要素和音の使い方を考えるっていう要素についてはですね話が違ってきますこれははっきり言って和西法だけが 持つ要素ですそれでですね音楽史を見渡してもこの和音の使い方を考えるっていう要素はですねどの時代にも当てはまるわけではありません具体的には16世紀以前の声楽ポリフォニーですね、まあ、パレストリーナとかジョスカン・デプレとか、まあ、いろんな作曲家がいましたけれどもこの辺りの音楽っていうのはですね 和音の使いい方っていうことは考えてないんですというかそもそも和音という考え方そのものをまだ持っていませんでしたあの。私たちは同時に鳴る音全体を和音として把握するわけなんですけれどもこの人たちそうではなくてですね二声部二声部が作る音程3度だとか5度だとかの音程の積み重ねとして音楽を考えていたんだそうです。 ちょっと今の私たちには理解しづらい話なんですけれどまあそういうことだったんだそうですですからまあ和音の使い方を考えるっていう要素がまあというかそもそも和音という考え方概念そのものが欠如していますのでこれは和声法的とは言えないつまりこの辺の音楽っていうのは純粋に対位法的な音楽だっていうことになりますそしてまあ実はこのルネサンス期に その後、バロック、古典派、ロマン派と続いていく西洋音楽の基礎になるいろいろな考え方や作法が確立していますので、まあ、どういうものかというと、例えば不協和とその解決という考え方及、および作法とか、あとは、まあ、有名なところでは連続8度とか連続5度の禁止とか、まあ、そういうのがありますけれども、まあ、そういうのがこのルネサンス期に確立していますので、 本当は、まあ、ルネサンス期の大法から勉強するといいっていことは、理論上は、まあ、言えます。しかし、それにもかかわらずですね、実用的にはですね、大法というか、大法の名のもとに教えられているものを勉強するよりも、和製法の名のもとに教えられているものを勉強する方が、実際役に立つことが、まあ、少なくともすぐ役に立つことが、はるかに多いっていうのが私の実感です。 これは要するにですね、私たちの多くが取り組む機会の多いバロック以降の大部分の音楽において、それから、まあ、結局は私たち自身の感性において和音の使い方というのがそれくらい大切なものになっているからだと、ひ、まあ、一言で言えばそれゆえではないかと思います。実際作曲を専門する人たちも大抵はまず和声法の勉強から始めて、それで後で 対法を学学ぶ人は学びますですからまあいろいろ申し上げたんですけれどもとりあえず対法っていうのは頭の片隅にだけ置いておいていただいて単純に今は西洋,西洋音楽の文法は和製法だとこのように考えてくださって大丈夫ですまあ本当にですね和製法を勉強するだけで見えてくることできるようになることは十分に多いと思います というわけで、西洋音楽の文法である和声法なんですけれども、この和声法を勉強すると、実際どういう良いことがあるのかお話ししていきます。それで、私たちが音楽にアクティブな形で関わっていくときっていうのは、作曲、演奏などなど、まあいろんな関わり方があると思うんですけれども、まあその中で、特によくある関わり方というのは、規制曲の演奏、楽譜を何か見て演奏するという関わり方ではないかと思いますので、 まずそういう場面でのメリットをお話ししていきます。というわけで、和製法を学習すると、まず、不読みが楽になります。初見もぐっと早くなります。はい。これ、なぜかと言いますと、和製法を勉強すると、和音進行にせよ、まあ、セーブの、各セーブの動きにせよ、とにかく、よくあるパターンというのが、頭の中にどんどん蓄積されていくわけですね。そうすると、実際の曲を、 の額を見たときにもう頭の中にあるパターンの組み合わせあるいは応用として見える部分がどんどん多くなっていくわけです。そしたらまあ当然、不読み楽になりますよねそれで、まあ、ただしなんですけれども、でこのただしが大変重要なので、ちょっと注意していただきたいんですけれども、和製法学習しても、不読みが楽にならないケースもあります。どういういいケースかとと言いますと 和声的音感、ハーモニー、ハーモニー音感が十分育っていないという場合です。これは具体的にはですね、もう和声法の方で勉強したはずのパターンなのに、それを人に弾いてもらうなどして聞いたときに何が鳴っているのか、何を弾いてくれているのかわからないと。そういう場合、これ全然珍しくないんですけれども、こういう場合ですとか、あるいはやはりもう学習済みのはずのパターンを 音を出さずに楽譜だけで見た場合、黙読したときに、その音が頭の中で鳴らない、つまり音を思い浮かべることができないという場合ですね、つまり内的聴覚が十分に身についてない場合。こういうのが和声的音感が十分に育っていないケースです。で、こういう状態ですと、不読みの落差のことも含めてですね、 和製法学習の効果が十分に上がりませんし、まあ、しかも和製法を学習することそのものが苦痛になってくる恐れさえありますので、対策が必要だということになります。それでは和製法の学習そのもので、音感はついていかないのかというと、ついていく場合もあります。まあ、しかしこれ、これは本当に個人差の大きいところですので、一概に言えません。本当に 和製法のの学習はは進んでいるはずなのに音感は全くと言っていいほど育たないと、そういうケースは決して珍しいものではないと思います。えそれでは私の講座ではどうかということなんですけれども、私なりに音感もついていくような、まあ、工夫はするつもりではいます。模範解答を出すときに音も出すようにするとか、いろいろ工夫するつもりではいます。 効果があるかわかりませんし、それにもう申し上げたように、とにかく個人差が大きいですから、まあ、私の講座をあの、私の講座で学習するだけで、音感も含めた力全部が、あの100%すべての人において、まあ、ついていくという保証をすることはできません。うん、ですから、学習を進めていて、どうも苦しいと。そしてあの この苦しいのはもしかして音感が育っていないせいなんじゃないかとそういうふうにお思いになりましたらぜひ別個に音感トレーニングをしていただきたいと思います。まあ、というからにはあの音感トレーニングの方法までご紹介できたらよかったんですけれどもで私も今までこ,のこれは本当に大切なことですからいろいろ方法を見聞きし,してきたりはしたんですけれども。 ただ、まあ、この分野での私自身の経験があまりにちょっと浅いもんですから、音感トレーニング、まあ、超音とかソルフェージュという分野の教師としての経験ということですけれども、その経験がちょっと浅すぎますので、あまり責任を持って、何かの方法をお勧めするということは差し控えたいと思います。まあ、それなりに私の今まで聞いてきた方法を、この講座に反映させることができればなとは思っていますけれども。 まあというわけで、ちょっと方法の提示はできないんですけれども、まあ、ただ、東京に少なくとも一人、あの、和声的音感を身につけるために、素晴らしい先生がいらっしゃるのは知っていまして、まあ、その先生のもとで、もう50歳超えるまで和声的音感がつかなかったのが、あの見事に1年か2年のトレーニングでついてきて、本当に不読みも楽になったという話は聞いています。まあ、ですから、 まあ私自身が教えたわけではないのに、まあ、言うのもちょっと変かもしれませんけれども、もう子供ではない、あのそれにもう若者といわれるような年でもないと、そういう方でも和声的音感を含めた音感トレーニングっていうのは可能らしいですので、決してあの望みをお捨てにならないで、ぜひやっていただきたいと思います。本当にこここれはは大切なところですから。はい、あの…この 点についてのお話、だいぶ長くなってしまいましたけれども、本当にあの、これだけは言っておかねばなりませんでしたので、申し上げました。はい、和製法学習のメリット、次のものに移りたいと思います。当然、楽曲分析がよくできるようになります。和製分析ですね。それから、あの、いわゆる大作曲家の作ったものを、そのままオリジナルで弾くってときは関係ない話なんですけれども、 主に編曲,、ね、曲ものっていうのは結構変なものに当たってしまうことがありまして残念ながらそういう時、まあ、楽譜を自力で直せるようになります、まあ、音楽の文法である和製法を知っているわけですからあるいはまあ変とまでいかなくとも編、まあ、曲ものっていうのはつまりもともとはその楽器のために書かれた曲じゃないわけですから弾きづらいことって結構あるわけですねそういう時にまあ弾きやすくするために音を主者選択したりする わけですけれどもその取捨選択が適切ににできるようになりますはい、この辺りが演奏・不読みという場面での和製法学習の無視できないメリットだろうなと思います。といってもですね和製法なんていうものをわざわざ勉強しようっていう方っていうのは私の知る限りでですけれども既成曲の演奏というよりはむしろ 作曲や即興演奏がよくできるようになることを目指していらっしゃる場合が多いんではないかと思います。で、こういう場合は目指す音楽の方向性にももちろんよるんですけれども、和製法わざわざやらなくても、コード理論だけで良い場合もあるかもしれない。あるいは、それどころか、その方が良い場合さえあるかもしれないということを一応思います。というのはですね、すでに申し上げたように、 和製法っていうのは、西部処方を大切にしますので、それに伴って、ルールが比較的複雑になっているんです。あれをやってはいけないとか、これをやってはいけないっていう、金則がいろいろあるわけですね。でもちろん、まさにその金則のおかげで、伝統的な西洋音楽に基づいたセンスが身についてくるわけですので、まあ、この金則は全然悪いものではなくてあの、いいものなんですけれども、まあ、しかし、あんまり手っ取り早くは なないってことになりますそれにまあ特に即興演奏について言えるんですけれども初めのうちこのルールに気を取られすぎて伸び伸びと演奏できなくなってしまうってことが考えられますしで、まあ、即興演奏においてはとにかく止まらないで伸び伸び演奏するってことも本当に大切ですので,、うんでまあ、あとそういうルールの習得に使う頭をむしろいろんな見事なピアノの即興のパターンの習得に使うと。うん そういう考え方はもちろんあって良いと思います。まあ、しかしそれでもですね、和製法を初めから勉強したらいいんじゃないかなと思う理由もありまして、それはまずですね、作曲や即興演奏を目的とする場合でも、やはり規制曲の研究は欠かせないということです。規制曲の楽譜を見るわけですから、それで分析したりして勉強するわけですから、まあ、さっき、あの演奏や不読みの 場面でのメリットとして、いろいろ挙げたことが全部そのまま生きてきますよね。それから、やっぱり内戦まで含めての西武振興を丁寧に仕上げることで、質が上がってくるっていうことも言えます。あの音楽には本当にいろんな方向性、いろんな美しさがありますから、これが全てだというつもりはありません。まあ、ただ、西武振興がきれいにできてできていることによる美しさってのもありまして。 ましかもそれは伝統的な西洋音楽の大部分に見られる美しさでもあってそれでまあこれが全てではないけれどもこういうこともできるようになるっていう意味で幅が広がるわけですからその意味でやると良いんではないかなと思うわけです。はい今回の動画以上です。次回はいよいよ本題に入っていきます。まずは和製法学習のための予備知識の話をしたいと思っています。 ご視聴どうもありがとうございました。